松茂による、被爆当日の写真撮影を記念するモニュメント、市内後幸い橋に沈めに設置されており、上の写真が最初に撮影されたものである。松茂が撮影した、人影の石とバンダイ橋の影。オーストラリア戦争記念館所蔵。松茂美人は、日本の新聞記者、報道写真家。1945年8月6日の広島原爆。 10日当日の市街地の様子を撮影した人物である。広島県呉市生まれで、旧制中学校中退。1941年に、当時中国新聞社系列の警備日日新聞に入社式者になる。1943年に、系列本体の中国新聞に席が移る。中国新聞では、写真部に所属し、1944年以降は、 中国軍艦区司令部の報道範囲も兼ねた。1945年8月6日、原爆で被爆するが軽承だったため、当日中に勤務先の新聞社に向かう過程で、市内の写真撮影を行う。1969年に中国新聞社を定年退職し、その後は証言者として、自らの被爆体系を語った。2005年1月16日、 救世人不全のため92歳で死去。1945年8月6日、午前8時15分に、広島市に原子爆弾が投下される。その時松茂は、水町の自宅にて被爆した。その後、勤務先の中国新聞社を目指して、市中心部に北上を試みる。その途中、午前11時頃に五歳は橋に沈めにて、応急処置を受ける被爆者の様子を、 マミヤシックスで撮影した。しかし火災が激しかったため、それ以上の入試を断念し、一旦帰宅、午後2時頃に自宅及びその近辺を撮影した。その後同僚と共に、再び新聞社に向かい爆心地に近い神谷町で、被爆した電車の内部や、広島分離台プールを取ろうと試みたが、あまりにも悲惨な状況だったため撮影を躊躇し、断念した。 そして再び5歳はイバ付近に戻り、夕刻には理災証明書を発行する宇じ警察署の警察官や千奈町の火災の様子を撮影し、当日は計6枚を撮影した。撮影から1週間後、中国新聞社の疎開先であった秋群、ぬくしな村で現像し、露出不足であった6枚目のネガを廃棄、結果として被爆当日の記録写真として5枚が現像され今日に、 伝えられた。8月6日当日の地上における写真は、他に被爆直後に、爆心地からやや離れた地点から撮られたキノコ雲や、郊外の朝組安古市町にて、トラックに乗せられ避難する被爆者の様子を撮ったものが、確認されているが、爆心地から比較的近い市街地で、生々しい被災の様子を撮った歴史的写真は、この松茂のものしか残されていない。現在、 五歳は橋に沈め南側に松茂の被災写真撮影を記念するモニュメントが設置されており、一枚目の写真を引き伸ばしたものが使用されている。なお、松茂は1990年代に写真の著作権をめぐる民事訴訟で訴えられたが、裁判は原告の請求規格で確定している。第二次世界大戦後、松茂による三行橋の被災写真は、 1946年7月6日付の夕刊広島市場で日本国内では初めて三行橋での2枚の写真が掲載。1952年にはアメリカ軍に渡ったグラフ誌、ライフ第33巻第13号に初めて掲載された。松茂は定年退職後の1980年8月、同じ被爆記者である中村里志及び大佐古一郎と共に、 昭和20年8月7日8日付のガリバン印刷、広島特報を発行、当時の視点から被爆後2日間の報道の空白を埋める試みを行った。ありがとうございます。